おどししの角をこっそりメルタンの顔にしといても多分誰も気づかない。はい、本日はおそらく翡翠地方から新たに参入してきたポケモンの中で一番弱いであろう怪ししを使って対戦していきます。ポケモン徹底攻略さんとにらめっこして、怪ししどんな方が強いかなといろいろ考えたんですが、おそらくこの動画で使う方が一番強いと思うので、まあ、紹介していきたい。初手は相手のランドロス読みルカリオ。いや、ランドロスに対してルカリオ投げるってどういうことやねんって思うかもしれないけど、まあいけるんで、ルカリオから入っといて、まあ今日の主役の怪ししで、ラスイチをどうするかなんだけど、まあ全体的に技の通りがいいのは偉大な気は、ウーラオスとか、耐久型のヌメルゴンを意識するならこだわりメガネトリックもできるロトム。ロトムの水と電気の技の通りが良くて、翡翠ヌメルゴンに対しては打点ないんですけど、こだわりメガネトリックでなんやかんやできそうなんで、ロトムの3匹選出でいきますか。孔明さんの体勢のシュッ、諸葛亮孔明、三国無双でビーム出すやつね。あ、ウーラオスか。連撃ブドウクマシ。いや待って、これやばいぞ。てか、え、水流連打受けれなくないか。いや、分かってるやつなら、いや、パッと見これ、ルカリオに対してインファイトの方が、まあ、抜群取れるんで通りそうじゃないですか。だけど、ルカリオのタスキ分かってる人だったら、インファイト打ってこないし、水流連打で基本的にルカリオ飛ぶんで、まあ、分かってる人だったら、抜群のインファイトじゃなくて、連撃技の水流連打を打ってくると思うが、相手考えてる。いや、考えてるってことは、まあ、チンパンインファじゃなさそうだな。まあ、ロトムで受けれるんだけど、まあ、ロトムこだわりメガネ型で使ってるんで、だから水牛連打プラスインファイトを、まあ、耐えるか、怪しい。水牛連打、シュッ。水牛連打のなんか技エフェクト、ねえ、剣立ての時の方が、てかこれ耐えねえよ、耐えねえよ。剣立ての時の方がエフェクト良かったじゃね。これ次のインファ耐えない。いや、ただこのロトムの出し方、怪しすんぎだから、いや、これ引くんじゃないの？ボルチェン、電気技読みでランドロスだの、ガチグマだのに引いてきそうだね。じゃない。いや、引いてくると思う。うるせえ！痺れる、痺れる技選択。いや、まあ、いや、ヌメルゴンだったら、まあ、結局トリックでいいや。ちょっとハイドロポンプ打たなかったの弱気すぎたかなと思ったけど。まあ、これね、普通にインファイト打たれてたら、ロトム死んでたんだけど、明らかに、ブドウクマシ、ウーラオスに対してロトムの投げ方が怪しすぎて、あ、こだわりスカーフロトムとか、ケアられて、なんかヌメルゴンに出てきたけど、ヌメルゴンにトリック刺さったのうまいかなと思ったら、なんか耐久型、僕が動画で使ってたみたいな、まあ、縦こもるプラスボディープレスみたいな方じゃなくて、突撃食器持ってたんで、ちょ、メガネ上げたのミスっちゃミスなんだけど、ポンプドロで行くか。これ、ボルチェンヌカリオもありだったな。突撃食器ヌメルゴンだったらフルアタっぽいから。流星、流星でロトム落ちて、これ死に出しルカリオのインファウツか、怪ししで特攻2段階下がった。ヌメルを起点にするかだけど、まあ、怪ししできますか、せっかくなんで。怪ししは、種族値は全体的に中途半端で、まあ、タイプもノーマルエスパーの複合で、ポケモン界最弱のエスパータイプが複合として入ってる上に、まあ、覚える技もね、専用技はバリアーラッシュ、これ強いか弱いかわかんない。うおー、金玉出てきた？まあ、強いか弱いかわかんないんだったら、まあ、多分弱い。強い技は即決で強いって言えるんでね。で、まぁ、今回使ったら、怪しさ、催眠身代わりのバリアラッシュも搭載して、まあ、バリアラッシュで、バリアラッシュっていう専用技が、自分自身の防御力を上げる専用技になってるんで、防御上げつつ、身代わりで相手の攻撃受けつつ、身代わり残しつつ立ち回れればいいかなと思って、っていう方なんですが、さすがに惚れと最低にバリアラッシュで突っ張るのあれなんで、なんか、催眠一発で当たってくれたし、ここノーリスクでルカリオ出せるターンなんで出して、これフォレトスがゴツゴツベッド、金玉ゴツメ型とかだと、ちょっとタスキ潰されたりして、まずいんごになるけど、まあ、ルカリオのインファイト、てかフォレトス、いやフォレトス重いんだけど、いや勝った超起きんな。寝とけ。朝の5時に対戦してんだから、こっち。朝の5時に、いや起きるんすよね、朝の5時だから。あ、ステロ。いや、ステロは悠長じゃない。いや、しかもゴツゴツベッドじゃないの、マジで助かるわ。あ、てかコメント読んでなかったな。なんか動画で読もうと思ってたコメント一応キープしといたんですけど。今日のコメント。エナドリジュルジュル を立てて飲んでたとに、今やコーヒーか大人になったな。カウンティ強い。まあ、コーヒーもまあ、朝なんでね。右手に持参して、動画撮ってるんですけど。あ、やばい。
まあいいや、とりあえずフォレタス倒して、てかこれウーラオスどうやって倒す？ウーラオスまずい。 いやちなみにコーヒーをジュルジュル音立てて、飲む絵をこの動画の中に差し込んだらおもろいやろうなと思って、あ、さっきのコメントを読んだ後にね、あ、飲もうとしたら普通に喉の気管に詰まって咳が出て、パソコン周りにコーヒーぶちまけて今最悪な状態で対戦しておりますが、アクアジェット、これ怪しし今回威嚇で使ってるんで、まあ、相手のウーラオスの攻撃力を下げつつ展開できそうなんだけど、まあウーラオスのね水牛連打が確定急所で当ててくる技で、まあ、威嚇の攻撃ダウンを無視してダメージを与えてくるわけなんですよね。いやまあ言うて水牛連打プラス悪事耐えそうだけどな。こう草分けって技がおしゃれで、なんかこいつが覚える技見てたら草分け覚えたんですよ。こう打つわ。草分けは相手にダメージを与えつつ自分自身の素早さを上げる技となってて、まあウーラオス連撃ってことは水タイプあるんで草分けが抜群で入るから、まあとりあえずウーラオスは、うわトンボ返り、いい技持ってる。いや強っ。いや威嚇入れたんですけど、水牛連打はねえ、威嚇の効果無効化されるって言ったけど、トンボ返りは威嚇の効果無効化されない割にはむちゃくちゃダメージ入ったんだが、いやただこれ草分けがおしゃれに効いてる説あるぞ。これ草分けを打ったことにより、いやてかまあそもそもヌメルゴン突破できるか怪しい。とりあえずここ催眠術当ててくれないと話にならない。バリアラッシュ強いか弱いかは分かんない、多分弱い。草分けまあちょっと強い、身代わりもちろん強い、催眠術最強、いや当てる催眠は最強、やってること怪ししでやってること催眠連打なんだけど、いやこれヌメルゴンに催眠当てたとしてもヌメルゴンが何ターンで起きてくるかプラスバリアラッシュのダメージがヌメルゴンに対してどれぐらい入るか、翡翠ヌメルゴンはドラゴンタイプに加え複合で鋼タイプあるんで、まあ、エスパー技が半減、なおかつなぜか翡翠ヌメルゴン防御種族値がまあまあある、100ぐらいあったっけな、まあ、結構高めに設定されてるから、いや怪ししのこれバリアラッシュどうする。いやバリアラッシュ技の威力70だって、いくつだったっけ、なんか70ぐらいしかないんですよ。ちょ待って、しかも怪ししの攻撃種族値もまあなんか105ぐらいしかないっていう、いやもうちょっとあったか忘れたわ、身代わり。とりあえずここを眠らせたんで、眠らせてるうちに身代わり置いて、じゃあ起きんな、とりあえず身代わり、おい、いやこれは流星、はい。いやなんなら流星群ラッキーまでないか、流星群外れる可能性がある技なんでね、まあここ催眠打たないとどっちにしろしゃあないかマジでやってることただの害悪、害悪でなおかつ催眠術って命中60しかないから不快指数めちゃくちゃ上げそう、まあ、とりあえず身代わり張ってもね、どうせこだわりメガネヌメルゴンの流星群無理、おっしゃい、流星群身代わり割られるんで催眠打つんだけど、こいつ催眠術当てすぎだろ。いやとりあえずとりあえずおとなしく寝といてほしい。はい寝てる。身代わり置きたいんだけど、身代わりに対してウーラオス後投げしてきたりするかな。いや水牛連打が連続技だから身代わり割られるんだよな。いや身代わりでいっか、でもウーラオス格闘タイプだからさすがにバリア、いやーまあ引く、いや引くかは分かんなかった、引くかは分かんなかった、まあ、全然死に出しでもいいけど、翡翠ヌメルゴンが流星群でこだわってるのを嫌って、あーやばいこれ、いやこれねテラスタルしてくると思うんだよね。格闘水タイプで怪ししノーマルエスパータイプなんですよ。エスパーで弱点取られてるから、多分ウーラオスが水テラスタルとかして水牛連打打ってくる読み、催眠打ちたい。いやパッと見これバリアラッシュで良さそうなんだけど、いや絶対格闘タイプをテラスタルして消してくる。うーあでも当てたからいっか。おい、ちょ怪しし一応エスパータイプでやらせてもらってるんですけども、ウーラオス君君さ格闘タイプだよね。いや待ってこれバリアラッシュぐらいだったら耐えると思われてんのかな、舐めすぎじゃない、パルデアの広がり、うんパルデアの広がりさすがに舐めてないそれ、いやパルデアじゃねえわ、怪ししパルデアの広がりじゃねえ、翡翠のジジイ、これさすがに落とせると思うんだけど、てか催眠当てすぎでこれでテラスタルしてエスパーテラスタルバリアラッシュはさすがに耐えんべ、耐えんべ、てか本来やりたかった戦法何もできてなくて、草分け、本当はバリアラッシュで防御上げて、まあ、例えば防御上げて身代わり置きつつ相手のウーラオスのアクアジェットで身代わり割れないみたいなね、まあ、そういう対戦展開を、まあ、理想としてこの方を育成したんですが、いやオッケーオッケーオッケー、ウーラオス突破した、
まあ、あとはヒスイヌメルゴンを倒せるかどうか、まあ、今さら防御上げてもどうしようもないが、ヒョロガリはヒョロガリなりの戦い方があるわけよ。陰湿なね、ねっちょりした戦い方。で、ヌメルゴン寝てる。これ流星群選択してくんない？頼むから。人生一度きりドリームつかみたいから今ふうふうせー。あ、とりあえずここ寝てるんだっけ、ちょ忘れたわ。とりあえずバリアラッシュで、てかバリアラッシュ弱えよ名前これ何回打たないとヌメルゴン倒せないんだ。いや弱すぎ弱すぎ弱すぎ。いやきつい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 。いや突撃直近のメルゴンだったから、まあ、多分フルアタなんですよ。いや攻撃実数値171でこのダメージ渋すぎ。エスパーテラサルタイプ1バリアラッシュ、ちょちょお願い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 。はい、いや弱い、ちょ寝とけいやここ寝てくれてたら勝ちでしょ。バリアラッシュ2回当てて、いやでバリアラッシュ命中90。あー起きる。いやそうだよね、それは命中100の安定技打ってくるわ。突撃直撃だったんだから、ラスターガノンとかも覚えてるわ。いや言われるこれ催眠術打たないといけないんですが、さすがにバリアラッシュじゃ、あのヌメルゴン倒せないし、怪しし耐久種族値全然ないんで、まあ、メガネ、うおーい、あれ催眠術ってこんな当たる技だったっけ。確率いかれた確率いかれてんだけど、あれ壊れた？バグかこれ。やっぱポケモンスカーレットワイヤレットをね、定期的に何かしらのバグ見つかるから、こんな催眠術当たることある。身代わりを置いて、まあ、ここ寝ててくれたら、まあ、概ねいきそうだけど、バリアラッシュバリアラッシュで。おい！起きるのさっきから起きるの早えだろ、フォレトスといい、このヌメルゴンといい。いや、また催眠ないといけないんだけど。いやこの対戦何回目催眠術打つの、催眠術打つの何回目だ5回打ってるから6回目。いや当たる、いや当たるんだよね、催眠術の命中 60% なんで。どれぐらい、 60%×6360 ぐらいっすか。まあここまでくれば何回打っても当たるんでね、核変モードに突入してるがいやさっきからで相手のヌメルゴン最速を起きしすぎなんだよな。身代わりおかしてほしい。じゃあ安心させて心をさ。オラ、いやオラはこっちじゃないか、オラはこっちじゃなくて相手が言うべきセリフだった。いや起きすぎだってだからお前え壊れた、え壊れてないこれ。いや催眠術絶対一旦目で当たるようになってるけど最速起きされるようになってないか、おいいや意味ないぞこれ、催眠術当てても最速、いや催眠術当てて最速起きされるのって、まあ、結局何もしてない一旦と終わりだから。 60% 使って何もしてない一旦生み出してる、ただスリル味わってるだけの、スリル味わってるだけの人だから、ちょ頼むこれまた催眠当たるんすわな、当たるんすわ。いやただこれ今までは身代わりで一回様子見てきたわけよ、眠らせて、相手の最速起きまでケアして、一回身代わりで様子見するってことができたんですけど、食べ残し回復で、43×4 は172。身代わり貼れない。身代わりの貼る HP がない。つまり、殴るしかない。バリアラッシュ。うらっ！じゃ、急所！にゃーん！ヤドン。いや、防御上げてももう意味ない。いや、来たー！ただ、いや、まだ笑ってないよ。俺は。なんでかっていうと、バリアラッシュって技ね。まあ、さっきも言ったんですけど、これ見てください、これ。命中90。なんと、命中、いや、90しかないけど、核変突入してるんで全部当たりまーす。なんも、なんもおしゃれな戦い方できんかった。適当に催眠術ぶっ放しまくって、上から催眠連打して、身代わり張って攻撃するだけ。運ゲーです。はい、引き続き対戦していきます。1戦目みたいなチンパンジー対戦がしたいわけじゃないんですよ。バリアラッシュをうまく使っていきたいんだけど、いやマスカーニャが悪タイプでバリアラッシュ通らないんだけど、ファイアローマリルリーパオジアンキノガッサと物理アタッカー多めなんで、バリアラッシュの防御アップが、まあ、うまく生きるかもしれない。初手はコダリスカーフ持ってて、相手のポケモン全部上から叩けそうな爆風雲で、怪ししは物理アタッカーに強いかもしれないので出す。
上から叩き潰すのが正義だから、オーニューラー投げときますか。この3匹戦士がスルシュス。バルさん、相手はバル、俺はバロ、ファイヤロー、あ、これまずいか。初手翡翠爆風でコダリスカーフ持ってて素早さ上げてるけど、ファイヤロー特製ハヤテの翼で HP が満タンの時飛行タイプの技を先制で打てるから、これやばいか、死ぬかな。ファイヤローのブレイブバードとか、いや死ぬか、爆風耐久振ってないからね。あ、終わったわ、これ飛行テラスタル飛行テラスタルバチマキとかっすかね。いやさすがに落ちるけど、まあ落ちたら死に出しからあいつ怪しし投げてあいつって今日の仕上げなのに一瞬名前が出てこなかった。まあ、怪しし投げてこのファイヤローを起点にしていけたらいい。アクロバット、これもしかしてあれか、持ち物なしファイヤロー。いや持ち物持ってる、さすがにアクロバットの威力低すぎる。百鬼夜行でこれ相手のファイヤロー飛行タイプになったから燃えてもいいけど燃えなかったか。おい、まあ、早手の翼弱体化されたんでね、 HP が削れてると飛行タイプの技を先制で打てない。やけどでかい、まあ、持ち物なしファイヤローをね、まあ、僕のチャンネルを見てる人だったらね、あ、てか知らない人の方が多いだろうな。なんなら日本一決定戦、ポケモンの日本一決定戦がね、まあ、一週間ぐらい前に行われてたんですけど、見た人いますか？日本一に輝いた、まあ、パーティーの中に持ち物なしのファイヤローが入っててね、ツイッターのトレンドに入ったりして話題になったんですけど、これ威嚇入れて、火傷して相手のファイヤローの攻撃ガタガタだから、まあ、手作ってるレベルのガタガタなんで、身代わり置けるに、トンボ返り、もらい、いや、弱っ！こいつさっきからトンボ返りもらいすぎなんだよけど、エスパータイプやっぱ弱えわ。ってことで、押さえておいたコメントでも読みますか。バロリと同年代なんだけど、バロキッズ名乗っていいですか？ええやー。まあ、僕もね、今年で30歳になりますけどね、精神年齢18歳から成長してない気がする、てか、してない確定で。精神年齢18歳で止まってるんですよ。18歳のキッズでね。まあ、だから何歳からでも間に合うよ。名乗るの。で、相手マリルリ投げてきたけど、マリルリどうせ力持ちのアタッカーだと思うんだけど、まあ、バリアラッシュ打ちつつ、防御力1段階上げるけど、まあ、1段階上げたごときじゃね、まあ、怪しじごときの低種族士じゃ、いや、まあ、じゃれ。ジャルジャル外しても、もし欲しかったな。さすがに割れるよな。いや、割れる。これバリアラッシュ2回打って防御2段階上げた状態でマリルリの攻撃を身代わりが耐えるみたいな。耐えるとこまで耐久上がってくれてたらいいけど、これなんかあんまり調整してないけど、防御プラス2で、まあ、ランドロスとかの地震を身代わり耐えるぐらいまで耐久振ったりしたら、うえぇ、強いかもしれない。防御2段階アップ。バカ力。てかこれなんでバカ力打ってきたんだ？攻撃力下がったから次身代わり晴れそうなんだけど。これあれか、じゃれつく、バカ力、アクアジェット、腹太鼓みたいな。まあ、技構成。いや、腹太鼓ではないな。お盆じゃないから。とりあえずなんか、命中不安の技を打ちたくなかったから、バカ力打ってきたんだ。アクアジェットでぶっ飛ばせない。身代わり起きます。で、これ、悪事もさらにね。いや、こういう戦い方がしたかったんですよ。いや、ほんとはね。こういうクレバーな、戦い方がしたかったんですよね。催眠術を連動してるだけのチンパン戦法じゃなくて、まあ、よかった。ちゃんとお届けできて。で、これさらに草分けでね。アクアジェットで身代わり割れないし、このマリロリ草分けで落ちるんで、防御だけじゃなくて、まあ、さらに素早さを上げる起点に押していく。で、草分けでマリロリ倒して、まあ、ちなみになんか今めっちゃ活躍してるけど、まあ、この方の怪しし、多分弱いです。てか技範囲がエスパーと草で、まあ、鋼タイプのポケモンに対して何もできない。技範囲、おわ終わり。催眠術が強いだけ。ファイヤーロー。まあ、これ草分け一回積んだけど、まあ、多分ファイヤーロー抜けてないんだよな。相手のファイヤーローの方にもよるけど。怪しし、一応、素早さ、抜いてたが、てかこれ草分け打ってたもんでか。さらに素早さ上げてって、これ誰も追いつけないでしょ。プラス2しとけば、プラス1だとね、パオジアンとか抜けないんだけど、まあ、プラス2しとけば、パオジアンとかも抜けるんで、てか、相手のファイヤローの持ち物何だったんだ？アクロバットの。いや、気のばすタスキかな。いや、タスキだったとしてももう間に合わないね。てか、怪しい威嚇で使ってるけども、一応、特性、3つ特性があって、その中に装飾とかもあるんで、まあ、装飾とかにすると、気のばすさとかに対してバリアラッシュ、草分けとかで起点にしていけたりして、まあ、結構強いなぁ。飛ぼ、おーおーおー、タスキじゃない。タスキじゃないってことは、あれか、最近トレンドのイカサバダイス、気のばすさみたいな感じっすかね。あ、よかった。まあ、綺麗に。いや、こういうことっすね。こういう対戦がやりたかったんだよ。ちょ、お届けできてよかったっすわ。
ってことで今日は翡翠地方から来た最弱のポケモンであるであろう怪ししを使って対戦してみました。よかったらチャンネル登録、高評価、動画で使ってほしいポケモンなどいたらコメントに書いてくれたら次の動画で使うかもしれないのでぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でした。